い、こんにちは、高野文雄です。今日はですね、3月2日金曜日の高野文雄のマイビデオダイアリーをお届けしたいと思います。先ほど発信しましたらですね、これはバージョン2になりますが、スティーブ・ジョブズがですね、亡くなる前に発信してくださったあの言葉、ハングリーであれ、フーリッシュであれという言葉の続きです。今日のテーマです。ハングリー&フーリッシュ。私にとってですね、ハングリー&フーリッシュ、どういうことかと言いますとですね、私はなんでこの英語でですね、日本語と同時にマイイングリッシュビデオ、マイイングリッシュビデオダイアリーを発信するようになったかというとですね、まあ 4、5 年前に出会った YouTube で出会ったテキサス親父がですね、日本に対して大変ありがたい応援歌を発信してくださってるんですよね。それを見て、ああ、アメリカ人がこんなに英語で日本人に応援歌をくださってるんだから、私自身もこのテキサス親父のようにできないかなという一種の夢を抱いたんですね。もう一人はですね、チカちゃん英会話というんですが、帰国子女のチカちゃんという綺麗な子がですね、英語で我々英語を学びたい日本人に発信してくださってるんですよね。チカちゃん英会話、このテキサス親父とですね、チカちゃん英会話のチカちゃんを見て私は思いましたね。将来こういうふうに英語で自分の思いを定期的に発信してみたいなと。そうすればですね、自分の思いを社会に反映することができるし、自分のコミュニケーションあるいは英語力も上がるだろうなと思ってですね、それを始めてすでに 1年半ぐらいになるわけですけれども、全然それが苦痛じゃないんですよね。面白いんですよ。楽しみながら英語が上手くなり、楽しみながらコミュニケーションの技術が上がっていくわけですから、これはとてもいいことだなと思いますね。まあ私ごときにできるわけないと思いましたけれども、スティーブ・ジョブズ氏が言ってったですね、 To be hungry and stay foolish、 ハングリーであれ、フーリッシュであれというあの2語、とっても私にとったらですね、力になりますね。そんなわけでですね、私は毎週水曜日の夜、Zoom を使ったですね、イングリッシュ・エンド・コミュニケーションの講座を開いてますが、まさに私のハングリー・エンド・フリッシュ、前向きに生きろよ、バカだれ、思いのところをやってみたらというところを続けております。今日もお聞きいただいてありがとうございました。サンキュー。